こんにちは、 니아 です。 K-스타일 10주년 おめでとうございます。 僕も10年前は韓国でデビューして、毎年活動を結構やったんです。その時は若かったし、いろいろ大変なこともあったけど、10年前はデビューしてすごく忙しかった記憶があります。 今からの10年後は僕も結構年がなって、その時は多分今みたいに音楽も続けて歌いたいし、いろいろやりたいことはあります。やっぱり皆さんがいるから僕も歌うから、10年後も僕は今みたいに歌いたいです。最後の質問です。22年の目標と、 ファンの皆さんにメッセージをしてください。質問です。2022年はニアの活動がたくさんあると思います。アルバムもアルバムだし、皆さんと顔見ながらするイベントとかもたくさんやりたいです。そしてファンの皆さんのメッセージは、コロナですごく大変だと思います。そしてあの僕も具体の問題で結構 大体2年間活動できなかったいろんなことがあったんだけど、 2022年からは 僕が皆さんのためにいい音楽も歌うし、いろいろイベントをしたいです。 ぜひ応援よろしくお願いします。これからも K-スタイルを応援よろしくお願いします。